住友不動産新宿グランドタワーは東京都新宿区西新宿にある再開発組合志向の再開発によって建てられたビルである。総面積約19,636平方メートルの敷地にはこの40階建て高さ195.2メートルの高層ビルの他に1階建てのホールベルサール、新宿グランドイベントホール、10階建ての地権者、 住宅新宿グランドプラザ2階建ての店舗棟新宿グランドウィングがある。敷地は南側の大梅街道と北側の税務所通りに挟まれている。5から40階の東側にオフィステナントが入る。オフィス部分は精神800坪ぼ整形部柱空間を売り物にしている。800坪ぼ整形部柱空間とは1フロア分の東西約25メートル。 南北約102メートル、800坪を超すオフィス空間に柱が全くないことを指す。エントランスは東西約17メートル、南北約85メートル、広さ約1500平方メートル、天井高4階分13メートルの吹き抜けになっている。30階は東側外観に特徴があって、エレベーターの乗り換えフロアを兼ねたスカイロビーがある。この乗り換えは 75人の利用型エレベーターが1階と30階をノンストップで往復するので31階以上はここで乗り換え22から29階もここで乗り換えて下る仕組みになっている停電防止のために2回線で電気を受け入れ災害などで完全に停電した場合でも2箇所のオイルタンクを使い72時間は自家発電ができる建物の西側部分には エレベーターなどの他にマンション138個がある。マンション部分はグランドタワー内にあり、名称はラ・トゥール新宿グランドである。オフィス部分とマンション部分が同フロア内にある珍しい構造を採用しており、ラ・トゥール新宿グランドの各部屋はオフィス同様の天井構となっている。西側地下1階の外側に面した部分に専用フロントがある。住居表示は 東京都新宿区西新宿8-17-2で、同一ビル内ではあるが、オフィス部分と異なる。西新宿では2010年3月、新宿中央公園北側の6丁目再開発により、大型ビル、セントラルパークタワーラ・トゥール新宿が先行して竣工しており、同じく住友不動産が運営するこちらの賃貸住宅には、ラ・トゥール新宿との相性が付けられている。 西側には駆動を挟んで、新宿フロントタワーが、西南側には、大梅街道を挟んで、西新宿三井ビルディングが、東南側には、大梅街道を挟んで、新宿オークシティが、東方には、主義古典神社がある。大梅街道を挟んだ南側では、大和ハウスが再開発を進行中である。1階ホールと30階ホールに、セイがフレドザネッチがある。アルコールを含む、飲料、 軽食を提供している。新宿グランドタワーの東北側でグランドタワーとつながっている。南北約47メートル東西約32メートルの大型イベントホールで内部は2分割できる。講義形式で1116席、シアター形式で1404席、立食パーティーで890人が入れる。天井の高さは6メートル。ホール部分は1階建て、 サービス部分は2階建てで一部に近いがある。住友不動産が新宿グランドタワー5階に作った貸し会議室13室、ベルサール新宿グランドコンファレンスセンターと合わせてベルサール新宿グランドとして運用している。6丁目の新宿中央公園北側には9月までベルサール新宿と称していたベルサール新宿セントラルパークがあり、4丁目の 新宿中央公園西側にはベルサール西新宿がある。このため名称が類似しており紛らわしい。地下1階には店舗があるが西側の広く明るい庭に面している。このため北側の店舗ほど近いとは意識させない開放感がある。グランドタワーのエントランスロビー北端のエスカレーターを降りるとすぐにこれらの店舗があるのでオフィスからのアクセスは良い。イベントホールは 大災害時には帰宅困難者にも解放し、広場と一体となった地域防災拠点として活用することになっている。再開発のために土地を提供した地権者が入居するための代替住居として作られたマンションである。ベルサール新宿グランドイベントホールの東北側にあり、ホール棟とつながっている。東西幅が1個分の奥行きで南北に長い造り。あたりは、 神田川に向かって緩やかに西向きの傾斜を持つ。このため、東側からのエントランスは2階で、税務署通りに面する北側からのエントランスが1階である。また1階には、店舗があるが、西側はエントランスから階段を下った左側であり、そこは、約4000平方メートルの広い西側の庭に、面している。新宿グランドプラザの東北側にあり、建物は、 グランドプラザとつながっている。最もっとも、グランドプラザに近い部分に、北側は税務署通りに面しており、そこから見ると2階建てで、建物左手には、しげこ天神社に通じる山道を含む広い庭がある。南側には、福音6メートルの駆動があり、そこからは1階建てに見えて、床は道路と同じ高さであるが、実際には2階部分である。グランドタワーでは、 地下1階から地下3階にいずれも駐車場等がある。駐車場の出入り口は西側の駆動に面している。駐車場への侵入は駆動を北から南に向かい左折することとされており、南方向からの右折による侵入は禁止されている。収容台数446台、うち277台分が屋内機械式である。また、駐輪場を259台分。 バイク置き場32台分がある。住友不動産新宿グランドタワーは、西新宿八丁目、朱下子地区市街地再開発組合による再開発事業の中心建築物として建てられた。この再開発組合の簡単な流れは以下の通りであった。ありがとうございます。